お、およどは、海上自衛隊の護衛艦、阿ク熊型護衛艦の3番艦。艦名は、大淀川に由来し、この名を受け継いだ。日本の艦艇としては、旧海軍の大淀に続き2代目に当たる。お、およどは、中期防衛力整備計画に基づく昭和62年度計画1900トン型おつ型、護衛艦1231号艦として、 三井造船玉の事業所で1989年3月8日に寄港され、1989年12月19日に浸水、1990年7月19日に講師会し、1991年1月23日に収益し、佐世保地方隊第34号衛隊に編入された。1991年6月20日、佐世保地方隊霊下に、 第39護衛隊が新編され、仙台と共に編入された。1997年3月24日、対番号の改正により、第39護衛隊が第26護衛隊に解消。1999年1月14日、倉島岸壁経流中午前11時11分に、輸送船、吉丸が、左限中央部に衝突し、 箱を生ずる事故が起きる。2008年3月26日、自衛艦隊の大改変により、第26護衛隊が第16護衛隊に解消され、護衛艦隊令下に編成がえ。2011年3月11日に発生した、東北地方太平洋沖地震による、東日本大震災に対し、災害派遣のため横須賀から、緊急出港する。 2011年3月16日、第16護衛隊が廃止となり、第15護衛隊に編入され、提携校が大港となり、同地に転籍。2012年9月21日、ウラジオストク港とその周辺海域で実施される、日露捜索・救難共同訓練に参加するため出港し、同月23日に、ウラジオストク港に入港、護衛艦、有明ともに、 同月26日に訓練を実施し、同月28日に帰港した。2019年3月20日午前、東、シナ海の公海上で、北朝鮮戦績のタンカー、U3 号と、新港島は、中国、河北省新興島市を意味するとの表示がある。戦績不明の小型船舶が、国連安保理決議で禁止されている。 セトリと見られる作業を行っていたことを確認した。なお、U3 号は、2018年3月に、国連安保理北朝鮮制裁委員会から、資産凍結、入港禁止の対象に指定された船舶であり、同日深夜にも、別の船舶とセトリ行為を行っているのを、海上自衛隊、第1海上補給隊所属の補給官、時和が現任している。2020年、 停止人定塗装へ、塗装変更。その内容としては、煙突長部の汚れを目立たなくするための黒帯の廃止、看板号及び、艦名の灰色化かつ無影化、無餌化環境上の対空表示の消去。現在は、護衛艦隊第15護衛隊に所属指定傾向は、大港である。ありがとうございます。